さまざまなアジサイで6月の壁面を飾ってみました。こちらはグラデーション折り紙で作るアジサイです。ピンクや紫も作りました。同じグラデーション折り紙を使った額アジサイです。真ん中の部分は発泡スチロールビーズを使ったものと画用紙をパンチで抜いたものの2種類作っています。左下は白いビーズと混ぜてみましたが、色の似ているものを使った方が綺麗です。こちらはお花紙を使ったアジサイです。上の3つは壁面に貼るためのアジサイです。紫や青は茎や葉がついて花瓶に飾ることもできます。こちらも茎や葉がついています。画用紙に赤紫と青を混ぜて色の変化をつけて作りました。真ん中は発泡スチロールのビーズです。水玉に見えるのは頭が丸いピンです。画鋲の代わりに使ってみました。お好きな紫陽花をいっぱい作って6月の壁面を飾りましょう。